なるよしの粋な夜電波。ボンスワー世界の皆様、もしあなたが良き人だとおっしゃるならば、悪いことは申しません。すぐさまラジオは消してお休みを。ボンニュー、そうそう、ベッドの中で夢に持ち込む振り分け荷物は突然思い出す、あの時の屈辱、悔恨、殺意などなど、噛み締めることをお忘れなく。善人の日々の務めであります。夢が懺悔と愛なるか、夢がシュールと愛なるか、夢がポルノと愛なるか、夢が殺戮劇と愛なるかは、心がけではどうにもならぬサイコロ賭博。夢に出てきた芸能人が目が覚めてから急にすげえファンになっちゃったという経験はございませんかな。あれちゃんと理論的な説明がつくらしいですな。もちろんフロイドではありませんが、恥ずかしながら私も一度経験ございまして、あれは高校生の頃でしょうか、夢に渡辺真知子さんが出てまいりまして、マスクして三輪車に乗ってられたんですが、もう起きたら恋しくて恋しくてね、隠れた名曲にブルーってのがあるんですけど、それのシングル版を一日中聴いて恋の悲しみに涙を流し続けたことがありますが、ヒゲも陰毛も白髪になる程度、もう明日苦労しい夢も見なくなりましたな。今朝見た夢にはてめえのパソコンのデスクトップが出てきまして、いやはや参りました。せっかく枕の下に宮沢りえさんのサンタフェ敷いて寝たというのに、そんな善人どもの昨日が終わり眠りにつく頃、同時に始まる別の奴らの今日、夜行性の悪人ども、知恵があっても悪知恵、ふざけるのも悪ふざけ、ノリは悪ノリ、友達はみんな悪友、遊びはみんな悪い遊び、悪ゲロ、悪セックス、悪定食、悪だくみ、悪にで悪も半分、ちょうど一番モテるぐらい。そんな半端な悪人どもの闇目にトーク、時刻は深夜12時、ソウルと並びアジアで最も深い夜の始まりにジャズのビッグバンドが演奏を開始しております。リーダーは我らが圧巻スタンゲッツ、金の亡者、ダウンビートの王者、麻薬常習者、しかして天才。本日はシーズン9最終回にして何事もなかったかのような通常営業フリースタイル。産地合衆国は LA と NY、 トルコはラズ地方、そしておそらく日本となっております。何かと腹も立つご時世、せめて当番組はフランキーゴーズトゥハリウッドのリラックスしてご堪能くださいませと、別れ話には短すぎ、息を止めるには長すぎて、ラジオを聞くにはちょうどいい時間で、港区赤坂旧お堀裏、力道山刺されたる町より 954kHz の電波に乗せ、ディスクを上部、そして小話を一つ二つというわけで、 TBS ラジオ公然の秘密、赤坂ニューラテンクォーター公式認定番組をご賞味あれ。お相手は欺かれる者はさまようという託戦を胸に、悪魔払いとリボ払い、出世払いで貸した金が返ってきた試しがない、さまようるジャズミュージシャン、私菊池成吉52が務めさせていただきます。菊池成吉の粋な夜電波シーズン9、なんか TBS で FM 始めるらしいね。本格的音楽番組の開始ってうちのことじゃないよね。元春さんとガチンコかなんてヨタ飛ばしながら早速参りましょう。はい、シーズン9の最終回ということでですね、チャーリーパーカー行きましょうか、ライブ演奏です。エイプリルインパリス、4月のパリ。
はい、大変な拍手の中、チャーリーパーカーのカウントとともに、次の曲が始まってですね、こちらはですね、ジャズファンの皆様の間ではおなじみチャーリーパーカーのウィズストリングスのコンプリート版が出まして、2枚組になってるんですけども、アウトテイクスがライブ版だと、いろんなコンテンツ満載で、全ての音源が聴けるようになっております。うち1950年の9月の16日ですね、もうちょっと後ろだったらこうオンエアの日程に近かったんですが、まあ、9月ということで、9月16日に、ニューヨーク、リンカーン、これはね、あ、カーネギーホールですね、カーネギーホールで行われたライブです。ノーマン・グランツの仕掛けによるライブで、まあ、これ有名なライブですけどね、チャーリー・パーカー・ウィズ・ストリングスのライブ版からお聞きいただきます。9月の、まあ、1950年ですね、もう私が生まれるずっと前ですけども、の9月16日のライブに4月のパリという曲を演奏していると。今お聞きになっているエイプリン・パレスに続いたラテン調の曲はリペティションという曲ですけども、というわけで、本日いきなり電波シーズン9の9月、最終回ということになります。CM です。はい、菊池成吉のいきなり電波、ジャズミュージシャンのそしてですね、この話ひょっとしたらしたかもしれないですけど、この間の東京ジャズでエスペランサスポルディングが来まして、エスペランサスポルディングはまあ、そうですね、ちょっと前までの、てかこの間の東京ジャズのパフォーマンスまではと言いましょうか、アフロヘアで、オーバーオールのジーンズなんか履いちゃって、ウッドベース弾きながら歌う可愛い女の子だったんですけども、この間の東京ジャズではですね、まあ、ものすごい、アンダーグラウンド、な、モダンアート的なステージを繰り広げ、多くのジャズファンを困惑、そして感動させたんですけど、まあ、単にあれ、FKA Twigs をエスペランサスポルディングが、まあ、おそらくあなたの句だ、でしょうね。で、見てしまったということが、悲劇の始まりっていうことだと思うんですけど、まあ、FKA Twigs に関わらず、影響力を持つ、アーティストっていうのはこう、真似したくなっちゃうんで、エピゴーネン病みたいのを、こうね、まあ、アマチュアの人ならいいんですけどね、プロが、エピゴーネン病かかると非常に重症化するので、とにかく今、エスペランサにはすぐさま治療が必要ですね。FKA トゥイグスエピゴーネン病の治療のドクターをすぐ派遣したいんですけど、何にせよですね、問題は、すべてのジャズ批評家が、そのことについて全く触れない。これは触れないんじゃなくて触れられない。つまり、すべてのジャズ批評家がですね、FKA トゥイグスを知らないか、あるいは知っていても、エスペランサのステージが、ま、その影響をもろ受けてるっていうことが、目で目視できなかったということでですね、もう日本の音楽批評なんかなくなってしまえと思っている、ジャズミュージシャンの菊池成吉が、TBS ラジオキーステーションに、全国にお送りしております。もうなんか、やんちゃな発言出ちゃいましたけどね。なくなってしまえっていうか、もうないですけどね。実際ね。これだけもう、インターネットさんが発達するともう、プロの批評家、アマの批評家ってもうないわけで。まあもう、批評はもう、戯れでしかないというような感じですけどね。まあ、それはともかくですね、メール頂戴しております。こんばんは、ラジオネーム、大久保在住者、はいはい。大久保は要するに私が、ちょっと前まで住んでたとこですね。菊池さんが住んでらした、マンションの1階にあった赤札堂の、跡には、これはま、厳密には、
私が住んでらしたマンションの1階には寿司三昧があったんで、赤札堂は、私のビュロー菊池が最初に、事務所を構えた、マンションが、まあ、正しいんですけど、まあ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 。コントワールって言うんですよね。赤札堂の後には、なんと、免税店、薬屋になっちゃいました。またまた中国人観光客が増えてます。というご報告いただいております。この方のおっしゃる通りでございますね。今、私のフッドだった、縄張りだった、根城だった、歌舞伎町から大久保、職安通り大久保界隈で、最も増えているものは何かっていうと、一つがアパホテルで、もう一つが漢方薬屋なんですよ。これはもう急激に増えてるね。どんどんいろんな店潰して、アパホテルと漢方薬屋さんになってるんですね。アパホテル、どちらも、目的は全く同じで、中国人観光客の皆さんへの対策です、これ。全然あれですよ。レイシスティックな発言しようとか全くないですよ。私も何人であると、ね、ナイジェリアの人であろうと、オーストラリアの人であろうと、台北の人であろうと、みんな大好きなんで。なんで、中国人観光客がどうっていうわけじゃないんですけど、ただ、新宿と銀座の、デパートの、店員さんが、全体的に中国人疲れっていう症状に見舞われているっていう現実はですね、デパートだけじゃないんですけどね、お寿司屋さんとかも、見舞われちゃってるんですよね。銀座なんか、まあ、銀座の話して、どのぐらい全国に伝わるか、特に那覇に伝わるか微妙なんですけど、銀座は周りに新橋とか日本橋とかいう街があるんですよね。で、この街にはね、中国人の観光客の方行かないんですよ。今のところですけどね。こう、ボックスになってて、銀座っていうのは分かりやすいのすごく。地形上ね。だからま、銀座のこう、ボックス状態の銀座っていう部分だけに集中するから、日本橋や京橋にあるお寿司屋さんは、そんなに疲れてないんだけど、銀座にある名店が、の、お寿司屋さんが疲れてるんですよね。まあまあ、やがて慣れてくると思うんですけどね。何が言いたいかっていうと、まあまあ、今銀座の話しましたけども、リトルミョンドンであるところの大久保、こちらね、大久保在住者の方住んでらっしゃると思うんですけども、とにかく、日本人の美人、商用で来た方とか、ちょっと遊びに来た方が、もう泊まる部屋がないの。だからアパホテルガンガン建てて、アパホテルだけじゃないんですけど、アパホテルが数出たんで、まあ目立ったっていうだけなんですけど、ガンガン増えてるんですね。で、これにどん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 中国人観光客の方をこう、止めていくんだけど、まだ足りないんで、まだまだできると思います、ホテルが。で、あとはね、その、赤札堂があった位置っていうのは、まあ、リトルミョンドンって言っても、実際は大久保通り沿いの、大久保新大久保駅前がリトルミョンドンなんで、リトルミョンドンの背中なわけね、食安通りっていうのは。とはいえですよ。一応、昔は、もうマルチエスニズムっていうかもうロシア人、イラン人、アフリカ系、で中国系がいて、もうとにかくあらゆる国、地球上のあらゆる国の人たちがひしめいてた大久保っていうのが、まあ、韓国、大韓民国の海外渡航法と、我が国の入管法、入国管理法か、が、まあまあ、ウィンウィンだと思うんですけどね、単なる想像ですよ。何の資料もないんですけど、同時に解説するんですね。来やすくしたわけ。そしたら、まあ、途端に今の、大久保、リトルミョンドン化して、もうロシア人なんか一人もいないんですよ。フィリピン人もほとんどいないっていう、状況が、まあ、韓流ブームというようなものを、まあ先週ね、韓流の話だいぶしましたけども、韓流ブームというものに乗っかって、まあ、ここ、4、5年ですかね、完全にリトルミョンドン化してるんですけど、地盤が今動いてると思いますね。中国、大陸の皆さんね、用の対応に、リトルミョンドンがなり始めてるわけなんで。とにかくね、漢方薬、この番組で何回も言ってんだけど、漢方薬って、今ギャグで言うんで言葉汚くなりますけど、漢方薬ってお前らが作ったんじゃないんかいって思うんですけど、とにかく漢方薬を日本で買うのが大好きなんですよ。この間映画見に行ったんですよね。キングズメンっていう。まあ、映画の話自体はどうでもいいんですけど、歌舞伎町にゴジラシネコンって呼ばれてる東方シネマっていうね、ゴジラがいるシネコンがあって、で、そこで見たんですね。で、その、元か、あれですよ。スカラザじゃねえや。
元スカラさんもその隣ですよね。元あれあれ。コマ劇場。うん、元コマ劇場。コマ劇場が、ゴジラシネコになったんだけど、そっから、その、靖国通りに向かってく歌舞伎町の入り口のところに松清があんの。松本清が。もうここは 100% です。100% 中国人の方しかいらっしゃらないですね。お客様が。で、私ね、終わって、ちょっと食いすぎたんで、遺産でも買おうかなと、パンシロンでも買おうかなと思って、寄ったんですよ。びっくりしましたね。100%、私だけ。で、もう皆さん爆買いで、こんなでっかい専用のね、袋。丸いとかがバーゲンやるときに袋配りますけど、なんだか知らないけど、赤い線が引いてあるような、巨大なビニール袋にもう、カッコン糖だ、小生流糖だ、もうなんだかわかんないですけど、バカンバカに薬と化粧品詰めた人たちが私の前と後ろ並んでて、もうたった一人だけ。それで、そのパンシロンください、つったら、日本語うまいねって言われましたね。いやいや、日本人ですよっていう。まあまあまあ、すごいことになってますね。で、一応チェックしたんですよね。他の国、アジアのね、諸国のどなたか、まあタイとかもいるかもしれない。でも一応私、ハングルとタガログ語はちょっとわかるんで、聞こえなかったですね。だから、中国語だったと思いますね。中国語もまあ、三つ四つあるんですけどね。中国語と中国人の方だけだと思います。あんな 100% って、びっくりしましたね。どうなっていくんでしょうかね。いろんな変遷がありますけども。というわけで、トルコの音楽聞いてみましょうか。突然ですけど。非常に変わった音楽です。ホロンって言うんだけどね。トルコの北部ですね。黒海の、沿岸に、ラズっていう、なんていうんですかね、人々がいて、ラズ人っていう人たちがいるんですよ。で、いわゆる、その、なんていうかな、世界中にありますけどね、例えばそうですね、アイルランドには、リバーダンスなんかありますよね。チェーンダンスって言って、横一列に、横並びになって踊るダンスがありますよね。あれなんていうのかな、日劇とかのラインダンス、の元になったとも言われてますけども、まあ、旋回するダンスだとか、いろんなダンスの形式がありますけど、横一で並ぶダンスのこと、チェーンダンスっていうのね。で、それの、トルコは、チェーンダンスのカロチャがすごい豊富なんですけど、今から聞く曲はですね、まあ、そのジャンルの、ホロンっていうジャンルの、まあ、若手っていうかね、まあ、一番若手なのかな、エミネ・ジョメルトさんっていう人なんですけど、リズム聞いたらとにかく腰抜けます。これ、やっぱり、アフリカなんか、アフリカ中南米なんかの音楽を聞いてリズムが豊富だとか言いますけども、まだまだ、リズムの鉱脈はね、まあ、インドなんかも含めてね、いっぱいあるわけなんですよね。簡単に言うと5拍子っていうか5連符が使われてる番組のヘビー級リスナーの方だったら、私世田谷区とかね、たまにヒップホップの回とか、なんかの回で、イマジャズの回とかでこう5連符の話してますけども、それがもうもろに出てくる音楽です。ちょっと聞いてみてください。これで踊ってるわけですね。エミネ・ジョメルトさんで、トルコ語なんでちょっと発音がちょっと心もとないんですけど、ウヌタマイ・ベニだと思いますね。お聞きください。Good.
タ。これ打ち込みではありませんで、どこが5拍子5連符かっていうのはねなかなかつかみづらいと思う。ただあの変わったつのめたリズムだなってのは分かると思うんですけど、これは分かるんですよ。ドレミファソドレミファソ1、ね、世田谷区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 って1、2、3、4でこの一拍が5等分されてるんですよ。ドレミファソ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 世田谷区世田谷区ですね。まあこういうもんがあるんですね。それに合わせて 歌は、5等分で歌ってないんですよ。歌は普通に4等分で歌ってるんで、これも一種のポリリズムですけどね。はい、これはまあ音楽自体はね10分以上あるんで絞りますけども、はい、こういったものもあるんだということですね、世の中にはね。はい、よいしょ。そうですね。まあ今日は、シーズン9、最終回お疲れ様でしたって感じなんですけども、まあまあ、先週か先々週くらいからずっと言ってるんですけど、シーズン10にそのまま同じ時間帯、まあ何も、スタッフも何も変わらず進んでいきますんで、なんていうか、これほどまたぎに緊張感がないシーズンも珍しいっていうかね、毎回毎回昔ドキドキしたもんですよね。シーズン1からシーズン2、2とかね、2から3とかいろいろこう、なんか、いろいろスポンサーがつくとか、スポンサーが日本から撤退したとかもう、なんか、上や下への大騒ぎでなんかもう、一喜一憂したのがバカみたいだなっていう、もう放っとくともうずっとこのまま続く、何かもう、住み着いちゃった人みたいになってますよね、今ね。はい。おそらくね、私が辞めたいって言わない限り続くと思うんですよね、この番組。でもわかんない。何かがあってね。思い切って舌禍とか起こして、途中でやめ、中止にしてやろうかなとかいう、パンクな衝動が出てきたりするんですけど、まあそんなこと、自分らしくもないですからね。あれですけども。そうですね。こんなことがありました。皆さんに某手というかね、賭け、一票を投じていただけるかどうかって話なんですけど、最近の女子ね、若い、女性は、体幹が、すごく痩せてて、お綺麗なんですけど、体幹部がもう丸っきり、筋力なくて、ぐった、別に、病気とかじゃないのに、普通にファミレスとかでぐったりしている JK、いますよね。姿勢が。ああいうのいかがですか？ある日私が、まあこれジョナさんなんですけど、でまあ自分の本書いてたんですよね。レクイエムの名手っていう、この番組からの語り起こしも随分入ってるんですけど、今まで私がどなたかが亡くなった時に追悼してきた。昔は番組が始まる前は、ウェブサイトで。番組が始まってから番組でよくするようになったんですけど、それらを全部追悼文集として集めて一冊にしようって話になって、今年の年内にも出るのかな。今日ゲラを
全部終えて、今、長沼に渡しましたんで、あ、長沼ってマネージャーさんね、私のね。このまま、トントン拍子に行けば11月くらいに出ると思うんですけど、まあ、そういう本を返したんですね。まあまあ、内容が内容なんで、こう、しくしくたる、なんていうんですかね、そういった気分で、まあ、あんまりその、なんていうの、締めっぽいわけではないんですけど、まあ、返した。ほんで、そういう時に、こそ、なんか、ついつい、よくありますよね。葬式になると笑ってしまいそうになる人とかいるじゃないですか。逆になんか、ものすごい盛り上がってる時に突如寂しくなる人とか、まあ、その、人っていうより、人間はみんなそういうところがあるんですけど、裏返っちゃうところがね。で、まあ、そんな本書いて、まあ、ちょっと、ジーンとしたりしながらも、ゲラ直してる最中に、自分の斜め左前方に、あれ桐谷美玲さんがこんなところにっていう、お忍びでっていう。まあ夜中の2時ぐらいでしたよね。なような感じね。細くて。黒屋のね、ワンピー。まあ、シーバイクロイかなのワンピーの、まあここら辺あの男性、この番組のメインリスナー層だと、資料は、伝えている。なんだっけ、40代男性だっけが一番多いのかなにとってはこう何言ってるかわかんないかもしれないですけど。まあ、いろんな実験によって、あの調査は、実質上意味がないっていうことなんですね。まあ、こんなこと言ってると、ここカットされるかもしれないですけど、分かってきたわけですけど、女性ゼロですからね。あの、資料上はね。女性ゼロなわけないんですけどね、ゼロになっちゃうんですね。やっぱ、ビッグデータってのは恐ろしいですよね。ビッグダディはそんな恐ろしくないですけどね。まあまあ、黒いのワンピー。にバイカラーで、で、どっから色が違ってるかっていうと、アンダーバストのところにラインが入ってて、で、下が、まあ、黒。で、上が、つまり、バストから上が白なんだけど、ランニングスタイルっていうか、もう背中結構出てて、肩も出てて、で、その代わりパイピングが入ってるんですよね、その。で、まあ、それだけだとね、あまりに露出が多いんで、シースルーのカーディガン、カーディガンとは言いながらもシースルーですけどね。をこう羽織って、ほんで、ソックスは、もう薄い、なんて言うのかな、ストッキングぐらい薄いのありますね。あれなんて言うんでしょう。さすが、ちょっとわかりませんけども、薄い白のニーローね、ニーハイじゃなくて、ローの方、膝下のソックスをロールダウン、ロールアップじゃなくて、ロールダウンして、で、靴は、コンバースオールスターズの、今日は、ちなみに私もコンバースオールスターズなんですけど、コンバースオールスターズの、あれ新作でしょうね、こう、迷彩風になってるんですよ。まあ、迷彩風のことは今、鴨柄って言うんですけどね。鴨柄っていうね、京都って思っちゃうんですけど、鴨川じゃないですよ。鴨柄って言って、それはカモフラージュ柄っていう言葉の略なんですけど、鴨柄の迷彩風の、コンバースオールスターズの脇ジッパーついてますよね。あのジッパーをあえて開けてる。つまりめちゃめちゃオシャレな、方がいらっしゃって。で、今ね、秋の牡蠣ご飯、牡蠣松茸フェアみたいになってるんですよね。ジョナさんが。で、いろんなセット、午前みたいになってて。で、牡蠣ご飯、牡蠣の炊き込みご飯かな？松茸だったかな、ちょっと忘れちゃいました。ごめんなさい。の炊き込みご飯を中心とした午前があるんですけど、まあまあ、そりゃ、痩せるわなっていうぐらい。その、私なんか3口くらいで食っちゃうぐらいの量なんですよ。その、牡蠣ご飯を。50人にもなって牡蠣ご飯3口で食うなよって話なんですけど、まあまあまあ、とにかく、それをね、もう、なんつったらいいのかな。米粒20粒ずつぐらい食べてんの。それで鳥ですかって思ったんですけど、まあ食べてんのそのぐらいの量で、で半分以上残してる。ほんで脇に牡蠣の土手焼きみたいな味噌で煮た料理が午前ですからね、それがメインディッシュなんですよ。でそれもね3分の1ぐらいつまんで食べてんの。そこにね雑炊を全部ザッ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 って、雑炊じゃねえ、ごめんなさい。かきご飯をザッ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 って入れちゃったの。で、雑炊みたいに、もうめんどくさいから、本当にね、韓国人みたいですけど、そういう、汁気の多いおかずにご飯入れてね、日本で言うと猫ママみたいにして食うのかなと思ったら、そのまま、下げさせたんです。要するに残したん、全部。だから、
牡蠣御膳みたいの頼んでおいて、食べたのは、メインディッシュの牡蠣の味噌煮みたいなやつを3分の1。で、炊き込みご飯をもう半分以下ですよね。あと全部、おろさせたの。で、おろさせたんで、あ、小食なんだ。だからこんな痩せてたんだと思いきや、そのテーブルよく見たら、今、シャインマスカットパフェ、シャインマスカットフェアもやってまして、なんでこんなに、ラジオで、その、各、ファミレスの、細かい季節メニューの説明をする人間になってるのか自分でもね、子供の頃はもう、想像もつかなかったことですけどね、やってるわけですけど、シャインマスカットフェアの今。で、シャインマスカットパフェを完食したパフェグラスが乗ってるのを発見したんですよ。あ、最初に食っちゃったんだ。シャインマスカットパフェを。で、完食しちゃったんだ。で、その後ちょっとご飯も食べたいなと思って午前食べたんだけど、多かった、そう、食べられなかったんだなっていうふうに納得しかけたんですよね。で、全部皿から、下げさせて、つまり卓上が今綺麗になりました。で、卓上が綺麗になった段階で、ちなみに顔をこっちに向けないんで顔がわかんなかったんですよ。で、まあ、姿勢としてはぐったりしてるわけ。もう肘ついちゃってこんな、わかりますよね。もうお腹の尻子玉が抜けてるっていうかね、腹に力が入ってないっていうか、背筋が曲がってるっていうか、もうぐんにゃりしちゃって、こんなになってる人いますよね。で、こんなになっちゃってるわけ。で、こんなになっちゃったまま、なんか、おしゃれに、こう、粉飾したスマホをこう、いじってんですよね。で、まあ、そういうことだな。先に山も食ったんだ。今っぽいな。まあ、今も昔もないですけどね。おそらく女子高生だと思うんですけど、そんなことないか。もうちょっと年上なのかな。まあ、わかりませんけど。でね、全部下げさせた店員になんか喋ってんですよ。注文してんの。あ、注文すんだって思って。そしたら、パンケーキ3段。2段が、ショート、3段がラージなんですけど、3段のパンケーキが、ジョナサンはエキストラのホイップクリームっていうのがあるのね。どんなものにも乗せられるんですよ。極端に言ったらですよ。それこそ、カレーライスにエキストラのホイップクリームつけることだってできるんですよね。お好みであれば。でもまあ、一応、スイーツ用なんですけど。そのね、エキストラホイップクリームつけてパンケーキ3段。これをね、約30秒で食い切ったんですよね。なんで、すげえなと思って。甘いものは食うんだ、と思って。で、まあ、牡蠣が、の、料理の味が舌に合わなかったんですかね。ただ合わなかったんで、食い足りないとしても、食い足りない分を埋めるのがパンケーキっていうのはね、ちょっと、なかなかだな、と思いました。まあ、一言で自分の気持ちを述べることは人間には難しいです。人間は自分が今こういうふうに思ってる、こう感じてるっていうのが、わかんない病気の猿ですからね。頭ではこう思ってますけど、本音は違うってことが往々にしてありますよね。ただやっぱりそんな病気の猿でも、今俺は確実にこう思ってるっていう時間もありますよね。絶対間違いないっていう。今は楽しいと思ってる俺は。悲しいと思ってる俺は。あります、その時間。で、まあ私のその時の30秒ほどで、まあ30秒大げさです。ごめんなさい。1分ぐらいはかかってましたけど、そんでも1分ですよ。パンケーキ3段ペロッと食い切った彼女に対して私が、思ってた気持ちは、好きっていう気持ちですよね。好きなんだっていうね。お前が好きだよっていう気持ちで見てたんですけど、とにかく、その方は、私が好きになっちゃったその方は、牡蠣の炊き込みご飯を雑炊の中でバーって捨ててる時も、そのテーブルを片す、店員さんとお話しする時も、ずーっと同じ姿勢を崩さないの。もう首はもう、頸椎からもう曲がりきっちゃってるわけ。で、あらゆる椎骨が曲がっちゃって、S 字どころかね、ダブル S 字みたいになっちゃってて、これもう、足はもう組んじゃった上に腰斜めになっちゃってるから、ものすげえ斜めっちゃってんですよ。で、もう、おしゃれでしょ?さっき言ったように。で、もう完全好きと思ってたら、顔が見えなかったんですよね。で、まあ私の好きというバイブスが伝わったんでしょうね、きっとね。誰かが、右、右後方に
自分のことを好きと思ってるおっさんがいるっていうことに気がついたんだと思うんですよね、多分。それで、チラッと様子を見る感じで、こっちをパッと見たら、顔自体はどなたに似てたかっていうと、私が見る限りですよ。番組後半にもちょっと出てきますけども、ロレックスハンターでもある私が、見る限り一番似てた、ものが生物で言うと天狗だったんですね。天狗に似てたんですよね。はい。さて、イエスのあなたはどちらですか？天狗結構じゃないかと。シーバイクレイにね、コンバース。で、髪が長くて。振り向かなければ桐谷峰さんのね、なんだけど、振り向いたら天狗だった。とてもいいっていう方ね。どうしてもダメなんです、天狗は。という方は脳にかけてください。ただ、以下、次に聞いていただく曲はですね、イエスにベットした方にしか、聞いて いただけないルールになっておりますので、急にそういうルールにしたわけですよね。まあそういうわけで、次の曲は、イエスにベットした方、ベットっていうのはかけるね。掛け金、掛け金をイエスに置いた方だけお聞きいただいて、脳の方は、夏場に旅行なんか行って夜怖い話になったりすると、怖い話が苦手な人がやるみたいに、耳に指突っ込んでこうやって、抜いたり刺したりしながら、あーって言って、聞こえない聞こえないっていうなるじゃないですか。あれをやるか、ラジオを消すか、トイレに行くかして、まあ、ほんの数分間ですからね、聞かないで、いただきたいと思うんですけども、この件と次に聞く曲には何の因果関係もありません。ただ私が、悪ふざけしただけだということですね。すでに、まあ一部では話題になってますが、デビューに近い頃 2,3 年前のプロダクツを聞きますので、音がちょっと古い、まあ流行り廃りが多いジャンルですけどね、田中アリスさんって言って、あんまり資料のない方なんですけど、相当高い確率で 90% 以上の確率でハーフだと思うんですよね。ラッパーです。はい。田中アリスさんの、ブレイクスルー曲でしたね。これね。チック&ナーズ。チックは、まあ、ちょっと、下品っていうか、ちょっと遊び人の女の子たち。ナーズっていうのはナードの複数形で、オタクって意味なんですけど、気持ち悪い、キモいオタクのことはギークって言うんだけど、まあ、キモくはない、けど、オタクはオタクだよねっていう意味で使われることが最近多いですね。そういうニュアンスになってきました。ナーズですね。チック&ナーズという曲をイエスの方だけね、田中アリスさんの曲をお届けします。耳すましてよ聞いといてチェックセンナーズ。アリスオンダマイケンまたキックサムナッドバース。上がりたきゃお任せが so many ways。お茶の子サイサイ cause it do we every day。All my chicks where you at 踊りなよ freestyle。女子力フルロで見せてよ sexy move。なりふり構わず shake your body like snake。そのまま man do this beat when we need break。All my people いちゃっていいの Calm down 1,2 から free fall いい感じ so so 上がっちゃって暴走ついてこれないとか you know now 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 to the dawn やめないで Polly's going no 夢ならさめないで G1 Street Show だよ Show いるねビート踊り続けてよ朝まで Move your feet All my nerves where you at 男なら One more round みんな bounce to this super duper trooper sound I can make you dance 任せて piece of cake 止まらないでけど Once again break All my people
my people, give your hand clap. All my people, now hands up. All my people, make some noise. はい、田中アリスさんでチック&ナースでした。肝心要のお前さんは天狗でイエスだったのかノーだったのかっていうことに関しましては、え、 CM の後にということですね。え、 CM です。はい、菊池成吉のいきなり夜電波でございます。ジャズミュージシャンの、そしてですね、まあ、またしてもファミレスなんですけども、まあ、隣の席にいる、席にいた、二人組の女子ですね。あれ、いくつくらいかな。JK ってことはないと思うんですけどね。女子大生くらいでしょうかね。いたじゃん、前、なんか洗脳されてったとか言われてた、ヌードになったりした色の黒い人、激太りしてさ、また痩せたりしてとかって、まあ、オセロの方の話をしてですね。で、あの人どこ行っちゃったのかなとか言って。あ、いたね。そういえば、いたね。どこ行っちゃったんだ、どこ行っちゃったんだろうね。芸能界って怖いよね。とか言って。でね、あの人の相方だった人の名前、なんだっけって言って。シロでしょ、だから、シロ、そもそもあの人の名前なんだっけって言って。黒でしょ、中目黒じゃなかったっけって言って。中目黒って思ったんですけど。おしゃれな街だよって思ったんですけど、中目黒って言って、で、相方、で、中目黒になっちゃったんですね、その二人で。大体そのぐらいかなみたいな感じになって。それで、相方の白い人まだテレビ出てるよね。あの人名前なんだっけ、白松とか言ってね。中目黒と白松だったら、歌舞伎じゃねえかと思った菊池成吉が TBS ラジオキーステーションに全国に送りしております。ですね。まあ今日で、そうですね、夏も終わりということですね。秋の到来とともに来週より、まあ皆さん、リスナーの皆様のご愛顧により、シーズン10に何事もなく入るわけですけども、もう9の最終回だからということでギリギリ滑り込むわけではありませんが、ずっと貯めてました。ロレックスを。貯めておりましたので、9の最終回の最後のトークがロレックスでいいのか、いいのだ、といった感じでですね、進んでいきますけども、ずっと来てるんですよ、メールは。これはなんてことない、芸能人、有名人で、顔が似てるっていう話なんですけど、ただね、単に似てるっていう現象自体はもうゴロゴロ転がってるんですよ。シュミラクラっつってね。それよりも、この人とこの人が似てるってなると、面白いっていうね。で、しかも、人を傷つけないっていう。ハッピー系っていうかね。まあ、ガレッジセールのゴリさんとトニーレオンさん。これ似てますね。この二人が入れ替わっても大丈夫だと思うんですけど。お仕事としては十分。まあ、ゴリさんが、ゴリさんってもすごいですけど。まあ、ゴリさんがアジア映画に出ていい男やること自体は、まあ、こう、なんていうかね、こう、想像つきますけど、トニーレオンさんがね、沖縄の人間としてコントやるっていうこと自体がちょっと想像つかないですけど、やったとしたら楽しそうですよね。あとはですね、ほんまでっか TV っていう私が好きなテレビ番組があるんですけど、そこに離婚専門の本田先生っていう女の先生がいらっしゃって、いろんな専門家が出てくる番組なんですけど、その本田先生っていう方がまだ若い女性なんですけど、坂東エイジさんの娘さんにしか思えないですね。そっくりなのもん。チームラボって最近あんまりマスコミ稼働しないんだけど、メディアアートとかは公共アートとかやったりするチームラボって言って、トップの人がね、猪子って言うんだけど、猪子俊之さんって言ったらいいんですよ。その人が、アンタッチャブルザキヤマさんとほぼ同一人物ですね。まあ、決め手は、歯ですけどね。この際は似てます。あとは藤原の、お笑い、コンビの藤原の原西さんと、品川庄司の庄司さんの方が意外と似てるっていうね。これもね、盲点ロレックスですよね。近場にいて、絶対似てるはずがないと思ってる二人が似てるケース。盲点ロレックスですよね。はい。あとは、似てきた。とうとう似てきたっていうのもロレックスに一つあって、最近は、私が、採集した、とうとう似てきたは、香原智美さんと小室哲也さんが最近似てきました。はい。これ、とうとう似てきた、ね、例ですね。
こんなような感じで楽しく行きましょうってことですね。はい。そして、リスナーの方からいただいたロレックス例としてですね。バルバル三浦めぐみさん。菊池さんこんにちは。6歳の僕が大人になるまで。これ、ボーイフッドっていうアカデミー賞の、ノミネートされた作品ですね。6歳の男の子を実際18歳かなになるまで12年間毎年毎年、撮影して、12年間かけて、要するに子役と青年を別人を使うんじゃなくて、一人の子を追いかけた、しかもドキュメントじゃなくて劇映画っていうことで話題になりましたね。幼少期のスカーレット・ヨハンソンが10代からハルベリーへと成長し、いい流れと感心していたところにまさかのジョシュ・ブローリンとしてエンディングと。豊かな気持ちになりました。ロレックスって素敵ですね。これも完全なハリウッドロレックスですよね、これね。はい。まあ、今画像検索っていうの？私はやり方もわかんないんですけど、あれやるとすごい写真が出てきますから、スカーレット・ヨハン、まず6歳の僕が大人になるまでっていうののポスター見てください。そうすると、6歳児の男の子が、草原に、草原でこう、腕組んで寝てるのが出てくるんですけど、これもスカーレット・ヨハンソンともう、ほぼ同一人物ですよね。はい。あとはですね、未だに、いいえ誰でもの意味がわからない51歳より、ああ、五同輩っていうか一つ下ですね。いいえ誰でもの意味がわからないっていう言葉の意味がわかりませんけどね。ああ、AC なんだ、CM の。へえ、私がテレビ見てる時間には公共、あれ？AC ってなんだっけ？公共広告機構。広告機構か。公共広告機構の宣伝がね、あんまやらないんでね。わかんなかったですね。すいません。偶然テレビをつけたら、ロックンロールオブフェイム。はいはい、2015。ポールオブフェイムですね。をやっていて、客席にいた女性が、なんてエロい女、誰この人と、同時にあれ、まさか野沢直子と思い、もう誰だかわかりましたね。出演者を調べてみると、マイリー・サイラスという名前の歌手でした。この、マイリー・サイラスという名の歌手でしたってところが51歳ですよね。マイリー・サイラスさんはもう派手に脱ぐ方ですから。もう、ほぼ、マッパですよね。PV の多くがマッパっていう方なんですけど、もう野沢直子さんそっくりなんです、本当に。これね、私もう言ったかもしれないな。番組で。でもまあいいです、それでも。この51歳の方が発見されたわけですからね。で、ググっていくと直感通りその方面ではかなりの強者ぶりを発揮。でも明るく可愛く全然えぐくもなく自然に見えてしまう不思議な感じが素晴らしいですねと。このマイリー・サイラスさんの脱ぎっぷりに関してね。はい。えぐくないです、確かに。ただちょっとね、やっぱマイリー・サイラス明るく振り回ってますけど心に傷があると思いますけどね。それを裸になることって自分で治癒してると思いますけど、まあそれはともかく。まあマイリー・サイラスと、野沢直子さんはまあ完全なロレックスですね。はい。というわけでまあ、最後ロレックスで締めるというところに我ながら一末の感動っていうかね。よかったなっていう。シーズン9。やってよかったなっていう気持ちでいっぱいですけどね。はい。でも本当にね、9シーズン目も、最終回でございます。来週からは、何も変わらず、シーズン10に入らせていただきます。というわけで、まあそうですね。人によってはもう自然に泣いちゃう方とかもいらっしゃると思います。もうな、泣けてきちゃったら遠慮せずに、もう、泣くの我慢するのもなかなか気持ちいいですけど、泣き始めたらもうどんどん泣いちゃうのが体にいいですからね。この番組でも一度プレイしたことありますね。アフリカ、日本、アメリカの混血です。ジェネアイコさん。で、デフジャム所属ですよね。まあまあまあ、小柄なんですけども、もう、可愛いの可愛くないの、あのパフォーマンスが。PV なんかなるべく数見ていただきたいですけども、エターナルサンシャインという曲があります。非常にまあ図式的に言うと感動的な曲ですね。この曲を、最後に、シーズン9も終了させていただきたいと思います。というわけで、ジャズミュージシャン菊池成氏がお送りしてまいりました。菊池成氏の粋な夜電波、お別れの時間でございます。また来週、金曜深夜0時にお会いしましょう。来週からシーズン10ということでございます。お相手は菊池成氏でした。ありがとうございました。
alone.